日本関東地方神奈川県逗子市逗子市は神奈川県逗子市の町名である。現行行政地名は逗子1丁目から逗子7丁目で住居表示が実施されている。郵便番号は249-0006。逗子市の中心部 JR 横須賀線逗子駅の南側に位置し、逗子駅前から線上に位置から7丁目が広がる。北西から2.3丁目境。 4.5丁目境、6丁目と桜山8丁目境を流れる田子江川は桜山と新宿の間で逗子湾に注ぐ。逗子5丁目の田子江川右岸に京急逗子線逗子、葉山駅があり、逗子市役所は逗子、葉山駅北口に近い。東の横須賀市田浦方面からの神奈川県道24号、横須賀逗子線は3.4丁目境、2.5丁目境を 通って、津市駅前のロータリーに入り、南西に向かい1.5丁目境、銀座通り入口交差点で南に向きを変え、5.6丁目境を通って桜山に抜ける。さらに田越橋交差点で西に折れ、田越川左岸を通り渚橋交差点で、国道134号に合流する。津市駅前と銀座通り入口交差点の間は、津市自然の繁華街、津市銀座商店街で、 銀座通り入り口から逗子駅前方向の一方通行である。逗子駅前から鎌倉葉山線への一方通行の渚さ通りも商店街を形成している。北西の鎌倉市方面からの神奈川県道311号。鎌倉葉山線は銀座通り入り口交差点と田越橋交差点の間で横須賀逗子線と合流し、田越橋からは直進して葉山町方面へ抜ける。 横浜銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行はいずれも寿司駅前に店舗を、有志、寿司郵便局は6丁目に位置する。4丁目に、寿司市立寿司小学校、6丁目には、市立の聖マリア小学校がある。1889年4月1日、市町村制施行により、寿司村を含む7つの村が合併して、三浦郡田越村が成立。 この際に、津市はその大技となる。田越村は1924年4月1日に、津市町へ解消。1943年4月1日に、横須賀市に編入された後、1950年7月1日に、旧津市町域が横須賀市から分離独立し、再び、津市町となる。1954年4月15日、単独市政を施行し、津市市となる。 1965年5月1日に大技、図司を中心に、図司1から7丁目が設けられた。2018年2月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。